今回はですね、今年2023年に、まあ、発売予定の4月15日発売予定の新商品の、タークとそれに付属するオプションのウォールですね。こちらがおすすめになります。奥さん、スカートの脱ぎ履きこんな感じでできるんですよ。試してちょうだい。よろしくメガタック。さあ、そういうことでやってまいりましたのは、もう皆さんもご存知のメーカー、そうユニフレームでございます。はい、ユニフレームのあなたはどういう方ですか？はい、ユニフレームの営業をやっております中曽根と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう名前だけで一瞬ビビるっていう昭和世代でございますがありがとうございます、はい、で、中曽根さん、今回ご紹介いただけるのは何ですか？はい、今回はですね、今年2023年に、まあ、発売予定の4月15日発売予定の新商品の、タークとそれに付属するオプションのウォールですね。こちらがおすすめになります。ちょっとおかしいんじゃないですか？はい、タープのオプションでテントっていうんですか？いや、そうですね、テント兼、まあ、こうシェルターにもなるので、はい、フロアがついてないので、まあ、いろいろと自分で好きなように使用ができるような。はあ、ということで、ちょっとじゃもう少し中行きましょう。はい、なんかシャレオツじゃないですか？そうですか、ありがとうございます。シャレオツって感じですよ。ここがまあ実際前も今開いてる状態で、はいはい、まあ、トグルで、上がってる状態ですが、やっぱりね、はいはい、フルクローズ、まあ、これでフルクローズを、まあ、することができます。はいはいはい。で、かつ、かつダブルファスナーになっていて、手前側だけで、まあ、メッシュの仕様が。あー、なるほどなるほどなるほどね。これもできるので、まあ、はいはいはい、オールシーズン使用ができるように。確かに風通しはもう限りなくいいですね、これ。かなりいいです。はい、どうしてもこういうロッジ型っていうか、はい、屋根がこういう形、三角屋根な感じになってくると、はい、ここに熱がたまるんですけど、はい、ここが抜けてたらええやろうって普通に結構昔はあったじゃないですか、はい、ここに天窓もつけたのがここがにくいですねはい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 。いや、でも新しい考え方ですよね、このテープでこうタープと合体させる。そうですね、最初にタープを設営していただいた後にウォールのポールに、それぞれフックつけていただくような形で取り付けができるので、はい、非常に初心者の方でも設営しやすいと思います。確かに。あと雨の日の設営撤収が楽そうです。あ、そうですね、はい、最後にタープ片付ければいい。そう、めちゃくちゃこれは便利な形でございますが、これも TC なんですか？そうですね、どちらも TC になっているので、はい、メッシュの部分以外はちょっと近場で焚き火通していただいても、うん、丈夫な作りになってますので。あ、もうでもね、室内空間が広いですよね、これ。そうですね、コットを置いてちょっと荷物を置けるぐらいのスペースがあるので、はい、本当にソロの方には非常に使いやすいと思います。まあ、でコットを置いてって言ってるんですけど、ユニフレームさんとこのコットってバラバラにするコットじゃないんですよね？そうですね、はい、ちょっとフレーム式なので、はいはい、まあ、それ以外でも、まあ、マットを敷いたりする形でも十分扱い。そうですね、だからそのこれだけ大きいコットが入っても余裕でまだ荷物置き場のスペースがある。はい、これは相当アドバンテージですよね。そうですね、はい、まあ、そう言っていただけると非常にありがたいです。いやいやいや、だってこれが例えばですよ、まあまあ他社のものを言うのもなんですけど、他のところのやつでローコットであったりとか、もうちょっと細いコットであったりとかした時には、何でしょう、もっともっと広い感じになりますし、で、あと中入ると分かるんですけど、天井が高いんですよ。ありがとうございます。
思ったよりも天井が高い。これはね、昔から言うことですけど、大物を作るには天井を高くしろという世界がありますけど、ここだと例えばです、ファミリーっていうのはまた別として、親子キャンプとかはこれ秘密基地感強いですよ。そうですね、はい、大人の方とお子さんであればちょっと2人並んでも寝れるぐらい、そうです、はい、で、あとお子さんにはですね、あのね、コットだと結構転落してしまう人が結構いるかもしれないんです、なんですけど、ユニフレームさんのところは広いんですよ。あと真ん中がちょっとくぼむ形が作れるんです。なのでね、落ちにくいんですよ。これはね、ファミリーキャンパーは見といた方がいいですね。まあまあ、丈夫さはもう発展しなくて、これもちょっと縮めたらどのようになりますかね、コット、はい、もうワンタッチ、ワンタッチですよ。手手手はもう速攻ですよね。すぐです、速攻です。これもう奥さんだってできますから。これだと大体キャリーカートですね、ガラ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 ってキャンプサイトに持ってくる、大体それと同じぐらいの大きさです。これだとかなりいいです。でこれ畳むじゃないですか、で我々入るでしょ。もうだってここで大人一人入ってこの大きさですよ、わかります。で天井はですよ、一応立ち上がってみます。身長170センチです、これが今天井に一番高いところに頭がついている状態です。膝これぐらいです、わかります、ここぐらいまで頭ギュッて押し付けなければ170センチの人が立っても立てます。ということはどういうことかというと、奥さんスカートの脱ぎ履きこの中でできるんですよ。立ったままやりましょう、こういうことですね。しかもですよ、なんかお話聞いたところによると、これにまだフルサイズがある。そうですね、タープ全面を、覆う形のシェルター型になるフルサイズですね。おっと、きたあるので、はい、まあ、こちらするともう全空間を覆って、よりこれが空間が倍の広さで使用することができる、はい、素晴らしいですね。でまあまあ、一応その上からの雨に関しても PC ってちょっと雨に弱いんじゃないのって思ってらっしゃる方いるかもしれませんけど、これだともう完全に、そうですね、はい、はい、いい感じです。しかもこう降り込んでくるような感じの雨だとしてもウォールがしっかりしているので、はい、これがいいですね。そうですね、しかもフルサイズの方ですと、横のウォールをさらに跳ね上げて、なんだと、空間を広げること、なんだと、都合のいい機能をどんどんつけていく、はい、そうなんですね。そうなんです、大変ですね。まあまあ、まだ使ったことがないので何とも言えない部分もありますし、大きさとしてはやっぱ TC でこれだけの大きさですんで、さすがにちょっと大きいですね。そうですね、ちょっと、まあ、ボリュームとかに比べればサイズは大きくなるんですけど、はい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 、まあ、非常に夏場とかでも遮光性が高いので、あ、大きな、非常に使い勝手はいいですね。そう、涼しさ満点ですよね、はい、ちなみにこれ幅はどれぐらいですかね。そうですね、幅の長さ自体が、大体72センチぐらいですね。ね、って言いながら、はい、一応バックのサイズが72センチであって、これ割と余裕のバックです。そうですね、はい。はい、こういうのって割と上からこう入れ込むパターンのやつって結構パツパツなんですよね。そうですね、はい。パツパツ。畳み方次第で若干膨らみも出たりするので、はい、まあ、それも考慮して気持ちちょっと大きめの収納ケースを、これです、これが優しさですよ、これがカインドネスなところです。で、まあ欲を言うならね、これ無理やり今僕が重箱の隅つついて言ってますけど、ここにコンプレッションのベルトがあってくれると、はい、もう一ついいなと。コンプレッションベルトは別売りでございます。来たちゃんと用意してます、用意してました、用意されてました、やられてしまいました、それを言わされてしまった俺が悔しい。ただだけど本当にこれ使い勝手いいですよね。あ、本当にそう言っていただけると非常にありがとうございます。いや、もう近いうちちょっと何かのタイミングで使わせてくださいよ。はい、もうすぐに発売になりますので、はい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 、はい、ものもございますので、はい、ぜひ皆さん使っていただければ。ちなみにこのセットでおいくら万円ぐらいですか。そうですね、フルのセットになりまして、はい、タープとウォールの方を合わせて74,800円。なるほど、これハーフサイズのやつでその価格になるんですね、はい、
そうですね、ハーフサイズと合わせて7万4800円。なるほど、ということでございます。まあでもね、あの一生もんですわな。はい、もうずっと使えると思います。はい、もうとにかく、あとですね、まあ、先の話もありましたね、フルサイズになると横が跳ね上げられるようになります。いろんなところであのマイナーチェンジを繰り返していく、そうですね、はい、形になると思いますし、はい、ここから先ユニフレームさん何かいろいろイベントごととかあったりするんですか。そうですね、今後もあのアウトドアデイジャパンの各地方の出店と、はい、また大阪方面とかのイベント等も予定しておりますので、うん、はいはい、まあ、ぜひお近くにお越しいただいたお客様は、はい、テントタープの設営の方をメインでやっていきますので、近場であの見ていただければと思います。はい、そして信頼の調理グッズ等々もですね、ずらりとラインナップ、総合アウトドアメーカーでございます。ぜひともですね、皆さんユニフレームさんちゃんと試してちょうだいって言ってあげてください。試してちょうだい、よろしくメガラックということでございます。ユニフレームさんでした。ありがとうございます。